にちは、DT村田です。はい、今日久しぶりにこの2人来てるんで出てもらってます。小学生のおなじみなんですけれども、今日皆さん3名の方に履いてほしいものがあって、まあ、こうあるんですけど水野から新しく出るウェーブドライブ EL っていうシューズなんですよ。ちなみに今シューズ何入ってます？アシックス。はい、え、結果水野のバドシューズです。バドか小学生は水野ね。はいですよね。はい、ということでこれ履いたらこれ欲しくなるからね何かというと、ウェーブドライブシリーズってこれですね、ネオ2なんですけど、新しいものとして最軽量 225g です。軽いよね。新軽量モデルということでいろいろ特徴があるんですけど、最初ちょっと僕説明するんでちょっと心して聞いてください。はい、かかとはウェーブシステムって、ここに竹状のプレートが入ってるんですよ。ミゾノのシューズって安定性とクッション性を両立したミゾノ独自のものなんですけど、ウェーブドライブシリーズにも入ってるんですけど、それは全部入ってます。で、今回このターン見てください。透けてますね。そうですそうなんです、透け透けなんですよ、うん、伝わるからこの前足部は前面にノーソーイングという軽量樹脂の柔軟なアッパーが採用されてます。で、ミッドソールっていうので、ここです。こう波形衣装ミッドソールと言いまして、この幅を大きくすることで屈曲性をアップすることを目指しました。軽いのにちゃんとクッション性も備えてて、で、ここも従来のよりも軽くて跳ねるようになってます。そして高機能ソールということで、ウェーブドライブネオ2、私が履いてるやつ、あれと全く同じソールを搭載してます。なので軽いのに高い機能性をキープして作られている、まあ、目玉商品ですね今回。これシューズに何求めますか？僕ずっとクッション性よりも素足感覚に近いものを選んだので、はい、まあ、やっぱ軽量性とかを重視してました。とまあデザインとかもいいじゃないですか、はい、何求めますか？そうです、僕一番はグリップですかね。カットマンだから、はい、グリップ力、こういうのもクッション性ですよ、うん、めっちゃ大事です。大事、はい、まあ、だからバドなんですかね、まあ、それは大きいですね、うんうんうん。まあ、そんなちょっといろいろアップデートしながらもかなり軽くしたすごいシンプルなシューズが出来上がりました。で、こちらのオレンジは限定カラーです。白がオーソドックスというか、はい、そのカラーになってるんで。ちなみにもう正直予約したんだっけ？しました。どっちですか？こっち。こっちでもよかったらこっちも買います。おお、基本2足買うんで。シューズ練習と試合用で。ああ、なるほどなるほど。しようか。で、発売月が12月。価格がですね、定価で12000円プラス税になってます。サイズは22センチ、23から29とありますので、大きめの方も履けると思いますので、ぜひお試しください。まあ早速ね、ちょっと一回履いてもらいましょうか。ちょっとサイズ合わないかもしれないですけど、はい、履いてください。はい、はい、お願いします。はい、さあさあさあ、デザインがいいですよね。デザインはいいよね、すごいシンプルで、はい、使いやすい。お、透けてる靴下の色見えちゃう確かに。黒山さん今日白い靴下ですね。はい、本当に透けますね、めっちゃ透けてる。こっちわ、白もかっこいいな、うん、かっこいいですねこれ。かっこいい、うん、なんか靴下、これだと靴下の色ちょっとなんか、うん、合わせ、なんか考えちゃうよね。はい、おお、どう？めちゃめちゃフィットします。なんか軽い、やっぱめっちゃ軽いですね。びっくりするぐらい軽いです。でも軽いからもっとなんか素足感覚なのかと思ったんですけど、意外と結構そこがしっかりしてる。熱い感じしますね。おお。すげえ。本当に軽い。硬い柔らかいとかなんかあります？でもめちゃめちゃこのなんでここが曲げた時に全然ストレスないっていうか。おー、新品じゃないですか。うん、でも全然硬さ感じないですよね。本当、はい、後ろから見るとめっちゃいい。このあー、なるほどね。めちゃくちゃかっこいい、この感じね、うん、全体的に柔らかいですけど、結構やっぱこう横にグッてやると、うん、そのグリップ力というかその硬さはしっかり感じますね。ああ、じゃあ安定性もやっぱり兼ね備えてそうな、はい、軽くすぎてこう倒れちゃうとかそういう感じなさそうです。なるほどなるほど、はい、佐藤さん踏み込んでも大丈夫そうですかそれ？もう余裕ですよ蹴り出しがもうスムーズ。めちゃめちゃ止まります。止まる？はい、グリップ力ある？めっちゃあります。ほんと？はい、どうですか？軽い
なんかネオより、ソールが、なんて言ったらいいのかな、ちょっとボコボコが強いイメージ。この土踏まずのところが、ネオよりちょっと出てるのかな。じゃあ足のアーチが無理やり作られてる感じ。でも、そんなに嫌な感じじゃない。ただネオより軽い。うん。めちゃくちゃ軽いっす。白も買っちゃおうかな。ありがとうございます。はい、履いてもらいましたけど、いかがでしたか。とりあえず軽さにびっくりですね。軽い。はい。平山さん、どうですか。でも軽いのもそうなんですけど、でも意外と軽いけど、しっかりしてる感じはありました。そこがね。はい。そういうことも軽いって言ってたもんね。サイズ感どうですか。しかも気になるっすよ。さっき言ってたじゃん、26.5 だけど。はい、そうです。僕 26.5 を普段履いてるんですけど、これ 26cm の履いた時に、全然窮屈な感じがしなくて、なんですかこれ。薄いからかな、こう。から、なんか、いい感じにフィットするって感じなんですかね。じゃあもしこれ履くってなったら26選ぶ。選ぶかもしれないですね。うん、はい、26.5 も履いてみて、でも今すごい普通に違和感なかったんで。はい。フルは僕逆に 25.5 なんですよ。おー。ちょっと大きいんですけど、うん、でもそんなに大きいなって感じはしなかったですね。その余白があるというか。ああ、26でもいけるぐらい。はい、ちゃんとなんか足フィットしてくれるような感じがありました。やべえ、全然わかんなくなったね、今。逆の立場だった。いつもと同じサイズでも大丈夫ってことですね。まあでも一回履いてみるのが一番いいのかな。今回ちょっと協力してもらって、いろいろと履いて感想言ってもらいましたけど、満を持して12月に登場しますので、特にこの限定カラーの方は、毎回ウェブドライブ系ってすぐに切れてしまうので、もう12月入ったら、最寄りの卓球ショップに問わせていただいて、実際履いてみて、ぜひ新しいシューズで頑張ってもらえればなと思いますので、一度お試しください。ということで今回は水野の新しいウェブドライブ EL というシューズを、ちょっと3人のコーチの方に、しばきしてもらって感想を言ってもらいました。ということで今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。